こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。ですね、これはですね、去年自作した卓上の、ストーブなんですけど、薪ストーブですね。去年の冬はですね、前回の冬ですかね、は結構これ活躍してね、お湯沸かすのになんか使ってたんですけど、最近結構忙しくなってきちゃって、そういう時間を作れなかったんですけど、最近なんかちょっとね、落ち着かないっていうか、なんか心がですね、ざわざわして慌ただしいような感じがしたんで、ちょっと久しぶりにですね、薪ストーブでもって、沸かしたお湯でコーヒーを飲もうかななんて思って、今はですね、5時ちょっと、朝のですね、5時ちょっと回った頃なんですけどね、ちょっとのんびりした気分でですね、この炎を見ながらですね、ちょっとリラックスしてみようかななんて思って、今お湯を沸かしてます。結構ね、この火を見るっていうのはすごくこう心が安定するような気がするんですよね。特にですね、暖炉もいいんですけれども、こういった小さい木ですね、小さい木を扱ったですね、焚き火っていうのは、これよちゃんとですね、こう管理してないと、ちょこちょこ見てないとですね、消えてしまうんですよね。なので、こう火をいたわるような感じでですね、火と一緒にですね、こうあったかいですね、すごくあったかいです。なんかこうガスの火とはちょっと違ってね、やっぱこのね、薪なんですけど、薪はですね、実はおじさんのところのですね、霧の木があって、それがかなり伸びちゃったんで、その霧の木をこう剪定って言いますかね、切ったんですよね、枝をね。その時の、枝なんですよね。それをまあ乾燥させておいて、で薪として使ってるわけですね。ですからこの薪っていうのは、こう生えていた木の一部なわけで、なんかそういうところを感じるとですね、なんか生き物からエネルギーをもらってるって感じがして、すごくなんか安らかな感じになる気がするんですよね。これね、卓上なんですけど、空き缶とですね、まあ空き缶ですね、四角いなんかお菓子かなんか入ってた空き缶とですね、で煙突部分がですね、これは、缶詰ですね、缶詰の缶です。そしてこの支柱みたいな、これね、100円ショップの、こう椅子ですね、折りたたみ椅子使ってるんですけど、これね、以前普通のガスコンロだったんです、こういう形でね、でちょっとガスコンロがね壊れちゃって、で、まあこれここ2階なんですけど、普通は1階でもって料理なんかしてるんで、ここはあんまり使わないんですけれども、ガスコンロがこう壊れちゃったんでね、でちょっとこんな感じでですね、鉄板を引いてやってるんですけど、これ室内なんですけど、換気扇がこうあるんですね。換気扇にフィルターを貼ってですね、煙をですね外に出してるんですよね。この辺の仕組みがもうちょっと簡単にならないかななんて思いながらこうやってたんですけど、ほら薪がですね、どんどん燃えていくんですよ、ね、そのためにこうやって継ぎ足していくわけですよね。なんかそれってちょっと、いいかなと思ってるんですけど、
こういう、なんていうんですかね、ある意味、合理的でないわけですよね。無駄が多い、ある意味でね。だけど、その無駄がですね、心の安定には必要なんじゃないかなと思うわけですよね。どうも今っていうか、こう無駄をどん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 省いていって、なんか心がギクシャクしてるような感じがするんです。このハサミもこれ100円ショップなんですよね。結構炎強いでしょ。で、今温度いくつかっていうと、ですね、いくつだ、あ、今80度ぐらいになってますね。ほら、結構大きくな、火が大きくなってきたね。暖炉なんかだとね、火を詰めておけば結構長い間何もしないずにいいんですけれども、これはね、ちょっと離れるとすぐ消えてしまうんでね。またコーヒーが沸いたらというか、お湯が沸いてコーヒーを入れたら、ちょっとまたレポートしようかなと思います。はい、はい、お湯が沸いたようなのでね、だいたい95度ぐらいかな。コーヒーインスタントなんですけどね、わ、結構火が強いでしょ。よし、なんかね、ガスで沸かしたコーヒーとなんか違うような感じ、同じかな。うん、久しぶりの味ですね。まあ慌ただしい時には少しですね、こうやってのんびりするのもいいかなって思いますね。焚き火なんかすごくいいですね。なかなか焚き火ができるところとかないんですけどね、バーベキューなんかもいいんですけど、バーベキューだとね、炭になっちゃうんで、こういう火を楽しむっていうことも必要かなと思うんですね。火はですね、やっぱ人間にとってですね、昔からこう親しんできたものなんで、最近は火がね、身近になくなっちゃった。まあコンロとかありますけれども、なんかこういった火がなくなっちゃったんですね。人工的な火ばかりになって、ちょっとね、よいしょよいしょ、ちょっと位置を変えるだけでですね、火のつき方が変わったりとかね、ちょっとフーフーって息を吹きかけてやるとですね、火が強くなったりとかするんですね。はい、のんびり、今日は日曜日なんでね、まあそういう時、休日なんかとかですね、帰ってきた、仕事が帰ってきた時にですね、まあゆったりすること、心の安定っていうかですね、でゆったりするとですね、いろんなアイデアとかですね、こう問題の解決の、きっかけとかがね、頭に浮かんできますんでね、決して無駄ではないと思いますんで、ゆったりとしてください。はい、以上です。どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。